はい、アプリシー。高梨いつきです。高梨いつきの魔法学校へようこそ。えっと、今は水色の才能、えっと、ロマンとか冒険とか、えっと、世界、世の中に羽ばたくとか、えっと、そういう才能を育ている、えっと、魔法を使えるようになるための、えっと、鳥さんを書いています。で、えっと、呼び方を覚えました。 そしたら今度、広げてる方の羽根描きましょうっていう話だったので、広げてる方を描くのには、こっち側の向こう側の羽根がこう羽ばたいた形にみんなイラストがなっているので、ここを消します。ここ消しますって言って、消しちゃってわかんなくなっちゃ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 。ごめんなさいね。<laughs> ちょっとごめんね。えっと、わかんなくなっちゃっても頑張る。<laughs> えっとこうでしょそしたら、こうなって全体の形はこんな感じになるみたいです。で、ここのところが肩の羽になります。 したら、これが、えっ、ー、と、小くうっていうのですね。あ、違う違う違う。小雨多いっていう、ちっちゃい雨の多いになります。で、えっ、ー、と、うん、これ二列ぐらい書いときますかね。えっ、ー、と、こんな感じに書いて、で、中雨多いっていうのが、 次のところに来るのはこれですね。これが、うわお大きい。いい中甘多い。っていうのがこれになります。で、えっ、ー、と、大甘多いが、えっ、ー、と、これになるんですが、これが このになっているよようですよで、えー、とこのお腹側にあったここですね、この小ゆっていうのが上にこう羽を広げるとこっち側に来るようです。これがこうなって、うん、こうなってっていう感じかな。ここが、ここの部分がここになります。 でえっ、ー、と、書列れつあまおいあれ書列れつかざぎりあれ書列れつあまおいがあるぞ。ちょっと待って。<laughs> あ広げると出てくるんだ。ごめんなさい。閉じた時にはない書列れつあまおいさんが広げると出てきました。えっと、ここのところに。 の雨追いがあります何かと思っちゃった今,今ね色の血が分けてくれてあるサイトを見ながらやってます。でそうしたら、えっと、これが小列雨覆いでその下が小列風切りになります。 こんなくらいまでですね。くらいまでですか。この感じになってます。で、えっ、ー、と、字列、風切りが4つで、3列、風切りが、えっ、ー、と、広げると見えなくなってます。向こう側になっちゃうんですね、きっとね。えっ、ー、と、この色。 色の変えてあるの分かりやすいです。よいしょ。こんな感じね。えーと。うん。 こんな感じになってるみたいですよ。おー、なるほど。ああなるほどですね。<laughs> い <laughs> 書いたのを見て感心しちゃった。えー。こんな風になってるんですね。で、えっ、ー、と。これを自分で好きなようにかけるようになるためにはどうすればいいんだ。 どうすればいいんだ？内側から見た翼も描けないと天使の形描けないもんね。天使の形には呼び名があるのかな？鳥と同じでいいのかな？ちょっとこれだとこう上に上がって上側の翼になるので、じゃあ今度内側から見た翼？ をえー、と探してちょあとえー、と翼の形やったらえっ、ー、とこの前言ってた針金状になってる足の形やろうねって言っててあとくちばしの形どういうのがあるかっていうのをえっ、ー、と勉強したらみんな自由に空を飛ぶ鳥だけじゃなくて動物でも妖精でも。 人間でも怪獣でも何でもいいんだけど、そういうものにこう自由に付け替えて自分の想像上のあのー、飛ぶものを作れるので、えっ、ー、とそこまでやってみたいと思います。よろしくお願いします。I appreciate。じゃあまたね。バイバーイ。